こんにちは、こんばんは。今日はね、また一人で動画を撮りたいと思います。まあ、ユージは最近 Y&J やりたくないとか言ってるから、じゃあ今日一人でやろうと思って、この前母にいろんな小さい頃のジョセリンの写真いっぱい送られて、バカな私を見せたいと思います。じゃあまずはこのクオリティめちゃクソだけど、私2歳まで髪の毛が生えてなかったんですよ。ずっとハゲでした。今はすごい髪の毛あるんだけど、私子供の頃ダークな格好ありました。ディズニーめっちゃ好きだった。あのマックのハッピーセットディズニーが多かったんで、毎金曜日マック行ってディズニーの全部のキャラ集まるまで毎回買いに行ってた。これは2歳の私で全然髪の毛生えてない。何このハゲ。2008年、この写真何なんだ。あの時めっちゃジャック好きだったね私。何この服のコンビネーション、なんだこのファッションのセンス。あと前髪なかった、私この時。何このアホ顔。なんか目がすごいちっちゃいんですよね。あとね、私のお父さんが黒人で、だから私生まれた時にみんなが母を疑って、私は他人の娘かと思われてました。でも先生、あのお父さんにすごい似てます。まあ私は黒人、ハーフ。またあのジャックのやつ、また何このファッションのセンス、何なんだ本当に。何これ、これ全然合わねえぞ。これ全然合わなくなくね。髪の毛短い、髪の毛短い時の私あんまり覚えてない。これはやばい。あの学校がそういうダンスの祭りとかやったら全部私絶対参加してました。毎日ダンスしてたからめっちゃ遅かったの時。何この細い腕、今と比べたらね。あとあれ、あれもある。小さい時に毎年母が私にすごいパーティーしてくれて、で毎年があのテーマが違うんだよ、キャラクターが。わかんない、ウィニープーとか、なんか今までいろんなパーティーしてきて、でピニャタ、絶対ピニャタがありました。バービーのピニャタとかは殴られるとこ見たらいつも泣いてます。なんかノー殺すな、死ねー。なんかここ肌ちょっと暗いね。なんで、なんか日本に来てからちょっと歯が白くなった。私って可愛すぎない。これ私のいとこ、後ろが全部ピンクで、この時はディズニー好きじゃなくなって、で今はストロベリーのなんかよくわからん名前覚えてないけど、でこのいとこにね、いつもなんか私悪いことしたら彼女のせいにしてました。私の笑顔どうなってるか、なんか吉永マゲイみたいな顎になってんね、ここ。あ、出た、伝説のお父さん。これ中学生の卒業式、これ見るだけで恥ずかしくなる。何そのヘアスタイル、何、全然かっこよくない。めっちゃ太ってた。この時は毎金曜日こんなでっかいハンバーガーを一人で食ってた。たまに一人で日光とか食ってたりして、あの時はもうやばかった。やばい、見てここすごい太い、あとすごい暗い。前はね、プール行くのはめっちゃコンプレックスだった。見てあれ、タイヤ3つ重なってる。この時はおばちゃんにチャイナドレス作ってくれって言って、太りすぎてチャイナドレスの後ろのなんていうの、締めれなくて、それ忘れない。あとまたこれ、これどうなってんの、見てあの眉毛、なんかここから細くてその後なんか太い。あと何このアイライナー、ダサすぎね。見てこれ、この時私の携帯がフロントカメラがなくて、2008年、ってあれちゃんと写してないし、私のカードしか入ってないよ。何これ、あーこれちゃんと入ってたけど、誰がこんなこと、なんだ。
2010年なんですか、このドレス。どうなってる、ここなんて。あと、あれだね、前髪登場した。2010年から10年もこの前髪あるってことか。2011年クリスマスでみんな集まって、でおばちゃんがいとこたちのみんなのためになんかお揃いなパジャマ作ってくれて、で私1人、3人、2人、1人。私はめっちゃ変わりました。私この前髪来た時はそういう日本と韓国の文化と出会って、あの大体みんなこの前髪してるんです。で私このね大さいやつはもう飽きちゃって、前髪切ろうと思って、でその時前も言いましたけど K-POP グループ作って、で私はなんか可愛いキャラのやつ、今見ると弾くけどダンス上手かった、私はダンス上手かった。イベントで踊ることになった時は緊張すぎてずっと顔が下向いてでこうダンスしてた。練習の時は本番の時はもうこんな感じ。これね、なんでこのズボン買ったかよくわからない。何このユニコーン、このファッションまだダセーな。なんかユニコーンとこの青いよくわからんと、お腹めっちゃ見えてるし、とメイクどうなってる。これ2014年のクリスマス、この時の私まあまあ良かったって思う。これへい、これスキップしよう、これもスキップしよう。高校生の時の終わりかな、もうそろそろ卒業するところでカラコンもなんか気に入ってて、いつもカラコンしてた、でっかいカラコンで、それのせいでメイク壊しちゃったけど、カラコン。このメイクは初めてアーティスティックメイクやろうと思った時、 J-POP と K-POP めっちゃ好きだったんで、 J-POP の方はキャリパミュパミュで、あのキャリパミュパミュのあれアルバムのやつコピーして、こうめっちゃ時間かかりました、3時間とか。でそれからすごいメイクに興味あって、だんだんなんかいろんなメイクしてきた。初めてコスプレした時、ヘスティアのやつ、スターウォースのエピソード7公開日になんかこうマスクかけて、これ見てください、何このメイク。でもだんだんね綺麗になってました。これね私のお気に入り靴下でした、ファイヤーみたいになって、いつもバカにされてたけど、でもかっこいいじゃん。あの時私センスよかった、あの靴下。このメイクでユージとやった、ユージがめっちゃ好きだったって言ってくれた。何なんかこういう可愛いやつマジもう好きじゃない、なんかもうこのメイクめっちゃ時間かかりました。これ全部あれ耳かきのやつ、ダーク。日本語の学校入った時で、これ能力試験の前に、でこれ私の日本語学校で、私まあ先輩だったから後輩の試験をなんかこうチェックしたりして書くことがやばくて、あの大体あっちは日本語勉強する理由はアニメで、別にディスしてないけど、なんか試験でアニメの文章書くなよ、なんか普通に書いてくれないって思った。なんかそういう試験見るともう毎回なんかこの人は欲しいる。この写真、なんかあのクリスマスツリーにかけるライトをさ自分にかけてめっちゃ暑かった、あのなんかだんだん暑くなってて髪の毛なんかこの写真めっちゃ好き、大変だったけど花びら撮るまで。これで終わりかな。これはベネズエラで最後撮った写真です。この写真、この時友人と会いに行って、その靴めっちゃ気に入ってたことは覚えてる。でもなんか懐かしいね、なんかだんだんすごいブスなファッションのセレクションからここまで来るなんてすごいね。では今日みんな私の格好私と一緒に見てくれてありがとうございました。私本当にバカすぎた。